れるときは、まあ、ラベルこれは取っていただいて、このままの入れられる方もあるけど、これ結構こうカチカチなので、これ硬いまんま伸びようとすると、そうするとこれタガがはまったように葉っぱが展開できないので、皮は剥きます。植えるときに剥いていただければ。剥いた方がいいです。剥いた方がいいです。土の中に入ってないと乾いちゃうので、それでこれカバー袋かかってるみたいな。で、土の中に入ればもうこれ乾燥したり傷むっていうことがないので、この皮をね取って取ってから入れます。で、ここを根っこ出てくるところなんだけど、ここが傷むと根が出ないので気をつけて、寄せ植えの時はこういうちっちゃい子どものこういうのは取っておきます。こちらの方に栄養が行って、お花がこっちに行く栄養が全部こちらに行く。で、これのちっちゃい、こういうちっちゃい球根ってね、ベローンって大きい1枚の葉っぱが出るんですよ。で、この中ですごいそれが邪魔になるので、寄せ植えにするときはこういう小さな球根は取ったのです。で、ここは傷めないように。で、このお花こっちがで、こっちが丸くなってる。で、葉っぱはこちら側に出ます。一番初めの葉っぱは一つずつ選べるときは持ってずしっとしてるやつ、軽いやつは腐ってたり触ってプカプカするやつは、そういうやつは選ばん方がいいです。しっかりずしっとしてるやつを選んだ方がいいです。結構これはずしっとしてる、いい。こういうにちっちゃいコール、これは取ったってことです。で、取れなかったら無理やりに取ると傷むので、無理に取らなくても大丈夫。で、チューリップはあんまりこう離してバラバラバラ入れるより、いくつか塊の3つとか5つのそういう塊をいくつか作るっていうような花壇とかなんかでも楽しまれる方がいい。お掃除もできてるので、で、これ鉢の底、これくらいの穴ちょっと上がってるので、これをここの底に入れて、このまま培養土、はんちゃん、さっきあっちの土にね、これをだいたい8分目くらい、これグッと締めないで、あとでこれ入れながら締めていくので、今の段階ではふんわりと。こちらの方は培養土の中に肥料、早めに効く肥料とゆっくり効いてくる肥料と2色入っているので、このままの肥料とか何か足さずに使います。これ置かれるのは後ろ壁なのかしら、真ん中なのかしら、それにもよる。壁だと思います。ただ後ろの方高く前の方低くっていうような感じで作りましょうか。一番背が高いのがこのストックなので、じゃあお嬢さん、こっちから見たら綺麗か教えてくださいますか。こっちか、こっちか、こっち、ピンポン。じゃあこっち向きに入れましょうか。ダンゴムシ、ダンゴムシ、ダンゴムシ、ダンゴムシ置いとくか。で、軽く上の方を少し削って、さっきお嬢さんここが綺麗になって、それを一番後ろの穴を掘って、一番後ろに入れましょう。で、一つ入れたらしっかり。で、次のやつはどこ、どこ綺麗でしょう、どこ、あー、ここにしようね。で、こうクラクラ揺れるので、これをここの中に入れたらしっかり、で、ここと前入ってるやつと重ならないようにちょっと向きをずらして、で、これ入れたら今のクラクラがないように、このところをグッと締める。で、今のここの間からさっきのこれが出てきてほしいので、この間に、はい、そっち向けます。でもこうするとね、これでここで折っちゃうんだ。ストックの頭ってすごくね弱いので、お持ち帰りの際もお気をつけください。こんな感じでチューリップだけ入れとくとね、水やり忘れちゃうんだ、鉢穴が。そうすると絶対咲かないので、水切っちゃいたい。冬の間もちゃんとお水をやってください。でも何もないとこ寂しいので、お花あれば水やられると思います。はい、
お嬢さんもう一つどこ綺麗でしょう。うん、迷うかもこれね。かか、そうだね、こっちよりここの方が葉っぱ新しい芽がこれいっぱいあるね。じゃあここで、今これがこの葉っぱが邪魔なので、この葉っぱはチョキンコとこの子が頭の上の邪魔なやつなくなる。でこれやるときに左の端から順番に入れていった方がいいので、その一番端にはこれを。で今のこれ形こっちに長いので、こうするとこっちに長いのでっていう形をよく見ていただきながら、ちょうどここがこうカーブしてるので、ここの端っこに入れてやると綺麗なの、全体に器の全体が丸く丸く、ここにちらりと。でここにこれだったね、ここに前に一つ、ちょっと上の方が少し取る。これくらいの根っこだったらそのまま入れていただければ大丈夫。器から、ね、こぼれ出るような感じにうわーっと咲いてるんですよ。ここの真ん中からチューリップが、これが下の方がこの色で、上の方がもう少し濃いピンクになります。で、まっすぐ土がデコボコしてないようにして、であと一番端っこだけ固くグッと締めます。土乾くと縮んじゃうので、鉢と土の間に隙間ができて、やると水やると全部周りをザーッと流れて真ん中染みなくなるので、周りだけ固く固めとくと水って緩いところに緩いところに流れます。で真ん中柔らかくグッと締めてないので、柔らかいところに水は落ちていきます。で一周固くグッと締めたら、真ん中の方にある土を持ってきて、で少しここよりだいたい親指の関節一つ分くらい下になってるので、お水ざーっとやっていただいた時に一度ここの中でたまり、雪の結晶みたいでね、木脈はね、でこれがブワーッと垂れるようにさ。でこのストックっていうのは下がってずっと咲いてきたらここが伸びてきます。ここ伸びてきて、あとここのつぼみまだ中にいっぱいあるんだけど、上の方つぼみがもう少なくなったら、もうここら辺半分くらいでバツンと切っていただければ、またここから出てくる、まあ、次のここにつぼみがもうスタンバイしてるので、またずっと咲き続けます。雪降った時外にあると折れます。ここが気をつける軒に置いていただければ大丈夫なので、こんな感じで出来上がりです。はい、ありがとうございます。お水だけ乾いたらたっぷりという、まあ、今日お持ちになられる前にお水たっぷりやっていただいて、であと次にお母様のところお持ちになられたら、表面の土が、まあ、見れば土の色乾いてるか湿ってるか分かると思うので、まあ、触っていただいても、表面が乾いたらたっぷりっていうような水のやり方をしていただければ元気に育ちます。わかりました、はい、お待たせいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。